今やったやつまだちょっと1年生分からんかったら決めてやってもいいわ。まずバックドアからなんか決めてもいいけど、そのきっかけからシュート打たないでマネージャー15秒ずつ上がって15秒はシュート打たないでどんどん展開していって展開していって、で15秒経ったらフリー。あんまり簡単なパスやったらディフェンスカットしていいけど、とりあえずパスカットはまあなしで展開をタイミングよく展開する練習。でだんだんスペースが狭くなったりとかするやろ。フォアのバランスな、バランスを大きくしっかりとってっていう。で気がついたやつ1年生でも狭なってるねとかこうやったねとか言うたっていいから分かる。経験とか気づきによってそれは学年超えてコートの中だったりあるから、気がついたやつが言ってやらないと、それは放置しといたらなおらへん。はい、大きさ、そうだって27センチとかじゃなくて長い、25センチのやつだったらそうです。これがこうやって貼っといたら、まずはこう下目で起こしたら本来ここを動かすというか自分の体がこのネットミドルの方がどこかを跳ねてもらえないように、場所を打ったら自分の体が弱くなってるから、触ってみれば分からへんぐらいで、ちょうどいいかな。